の皆さん、暑い中、ありがとうございます。ご紹介いただきました参議院議員の東徹でございます。本当にこんな暑くなるとは思わなかったので、どうぞ皆さん熱中症、熱中症に、ちょっと気をつけながらですね、ぜひこのお時間、聞いていただければというふうに思っております。まあでも本当にもう我々は一生懸命この大阪の構想について、まあ政治にですね、皆さん方にまだまだ分からないとかこう説明してほしい、まあ、そういった声に応えるために、まあ、こうやって皆さん方に説明を行っておりますけども、まあ本当に誹謗中傷とか、まあ、デマ、嘘、まあ、これがまあ非常に多くてですね、まあ不安を煽って、まあ、これを潰そうとする、まあ、勢力があって、まあ大変もうこれはもうとんでもないなというふうに思ってます。まあ水道料金が上がるとかね、ね、税金が上がるとか、もうそんなことは全くないんですよ。全くないのにですね、まあ、そういうことを言ったり、まあ、ひどいのはね、なんか電話でとかね、そんなんで、賛成の方は、投票聞かなくても賛成になりますよ。反対は反対しないと、まあ、反対の投票しないと反対になりませんよとかですね、まあ、そんなことをね、全くないわけで、まあ、これは賛成の方も反対の方も、投票所へ行って投票したいとですね、意思を表明したことにはなりませんので、まあ、我々は本当に忠実に誠実に皆さん方にご説明をさせていただいております。皆さん、まあ、この大阪都構想、まあ、これね、この大阪都構想、まあ、大阪市と大阪府の、まあ、仕組みを変える話ですが、これは役所の仕組みを変える話なんですけどもね、これはね、僕らが勝手に作ったわけでも何でもないんですよ。これは誰がきちんとね、この制度設計をしていったか、これは法律に基づいてこれね、やってきたんです。ここまで法律に基づいて今日の住民投票まで来たんですよ。これはね、皆さん、大阪都構想の法律、民主党、自民党、公明党、3つの政党が作ったんです。この法律はもともとそれでここまで来てるんですね。で、この設計図、この設計図誰が作ったか、大阪市の職員、大阪府の職員100名体制で2年間かけてこの制度設計をきちっとですね、行ってきたんです。だからこの制度設計は決して僕らだけで作ったわけでも何でもないんです。そしてこの制度設計の設計図、これをどうしたかというと、総務省、国のですね、総務省というところに提出をして、そして総務省の官僚の人たちがこの設計図を 1ページ1ページ細かくですね、チェックをしていって、そしてこの設計図は何も問題ないですよ、まあ、そういうことで総務大臣からお墨付きをもらって、そしてこの設計図をもとにですね、今回住民投票をですね、まあ、行って、皆さん方にこれを賛成か反対か決めてもらうということをですね、お示ししているんです。皆さんね、国会でも安倍総理によくね、大阪都構想についてどう思いますか、まあ、そういう質問を、まあ、多くの人がしています。多くの人が安倍総理、大阪都構想についてどう思われますか。安倍総理はいつもこのように答えています。大阪都構想は大阪市と大阪府の二重行政の無駄なくし、そして住民自治を拡充する重要なものであります。こういうふうに何度もこれは答弁をいたしております。全くその通りなんです。大阪市と大阪府二重行政の無駄をなくして住民投票を拡充していく、これは大阪都構想なんです。ぜひ皆さんね、この大阪都構想を実現なくして二重行政の無駄はなくなりません。二重行政の無駄がなくならないということは税金の無駄遣いもなくなりません。そしてこの大阪都構想を実現したければ皆さん方の住民の声を行政、役所に反映させていくこと、こういったこともできません。そしてこの大阪都構想、なんで実現しなきゃいけないのか、それはこの大阪をしっかりと成長させていく、未来に輝く大阪を作っていく、この素晴らしい大阪を若い人たちや
子供さんたち、お孫さんたち、そういった人たちにちゃんと残していく、このことを実現するために大阪都構想を今やらなきゃいけないんです。今しかできないんです。もうこれが最後のチャンスなんです。今やらなかったらもうやる時は来ません。これは絶対に来ません。ぜひ皆さん、この大阪都構想、本当に大事な大事な、この未来の大阪、将来の大阪にとって、本当に大事な制度なんです。だからこそ、もう橋本代表なんかは、もう500回以上もですね、説明を繰り返し、皆さん方に、ぜひ説明を、責任を果たして、皆さん方に納得した上で、賛成票をぜひ入れていただきたい、まあ、そういうことで、こうやってですね、説明の場を設けさせていただいております。ですから、ぜひと皆さん、今日本当にあの貴重な機会でありますから、ぜひ皆さん、この大阪都構想について、しっかりと、まあ、話を聞いて帰っていただきたい、そういうふうに思っております。そして、嘘やデマ、こういったことにはですね、騙されないで、まあ本当にね、嘘をついてまでこの大阪都構想をですね、反対する、まあ、これは本当にね、許せない行為です。ぜひとも、まあ、それはですね、ぜひ皆さん方、まあ、良識ある方々ばっかりだと思いますので、そこは、しっかりと良識を持って、ご判断をいただきたいというふうに思っております。そして皆さん、先ほども言いましたように、まあ、この大阪都構想、二重行政の無駄をなくす、そして税金の無駄遣いをやめる、このことがまあ一番の、まあ、大きな目的でありますけども、じゃあ二重行政の無駄をなくす、税金の無駄をなくす、そのことによってお金が生まれてきます。税金の無駄遣いをやめればお金が生まれてきます。じゃあそのお金を何に使うんですか。これはもう皆さんもご存知の通り、何に使うか、それは皆さんにとって住民の皆さんにとって最も身近な大事な問題、医療、福祉、教育、こういったことにしっかりとお金を使っていく、そうしていくことが非常に大事なんです。皆さんもご存知の通り、今高齢社会です。少子高齢社会、高齢化はまだまだこれから進展をしていきます。高齢者の介護にはお金が必要になってきます。そして少子化対策ということで、子育て支援、保育所を作っていく、こういったことにもお金を使っていかなくてはなりません。そうしないと女性が社会でどんどんと活躍していくこともなかなかできないんですよね、皆さん。で、そしてよく教育にお金を、まあ、橋本市長になってから、まあ、教育にお金をかけていくようにしました。そしてこの教育にお金をかけるっていうのは非常に大事なことなんです。皆さん、これからの高齢社会、誰が支えていきますか。これからまだまだ高齢社会は続いていきます。高齢化率がまだまだ高くなっていきます。この高齢社会を支えていく人たちは誰ですか。それは若い人たちなんですよ。若い人たちがこの高齢社会を支えていく。そしてまた今の子供たちがやがて大人になって、そして生きていく力を見つけていく。そして税金を払ってもらう。そのためにも子供たちの教育、こういったことには非常に大事なことなんです。ぜひと皆さん、この大阪、未来に輝く大阪を作る、最後のチャンスであります。これがワンチャンスで、ぜひと皆さん、この大阪を、ぜひとも未来に輝く大阪を作りましょう。よろしくお願いします。それでは、橋本代表が、来ましたので、ぜひと皆さん聞いてください。よろしくお願いします。いや、皆さん暑い中すいませんね、本当にありがとうございます。またいつもアロマ先生のところに行くまで、いつもあの本当にすいません、いつも座っていただいて、暑い中に5月17、もうあの本当に残り2週間なんです。で、皆さんに決めていただかなければいけないんですけれども、まあ昨日おとついぐらいからやっとテレビ討論会というのが始まりまして、
まあ、昨日 NHK で自民党と、まあ、話をしてきました。柳本さん、自民党の議員と話をしてきましたけども、はっきり分かったのはですね、都構想反対している人たちはじゃあ都構想に変わる案何かあるのかというのは何もありません。何もないです。もちろん大阪都構想 100% 完璧とは言えませんが、そこまで言い切れません。でも今のこの大阪府と大阪市、これ40点です。40点後で説明します。今回の大阪都構想は、まあ、80点のものぐらいまでは僕は作れたかなというふうに思ってます。ですからあとは皆さんのご判断なんですが、これ大阪都構想は反対になれば今の大阪府と大阪市がそのまま続くだけです。自民党と民主党、公明党、共産党はこの慌てて本当にこの1週間2週間で慌てて大阪都構想に変わるような話を何回一生懸命持ち出そうとしているんですが、何にもこれまで考えてこなかったんですから何も案がありません。大体ですね、皆さん、これまでもう30年も40年も大阪の問題が議論され続けてきて、結局大阪の政治が誰も解決できなかったんです。大阪の問題点の第1、これもずっと大阪の政治家が言い続けていました。東京と並ぶようなそんな大都市をもう一回目指していきましょうよ。日本の中で東京大阪の2つのエンジンになりましょうよ。まあ、これみんな大阪の政治家今まで言い続けてきたんです。誰もできません。それから大阪府と大阪市の二重行政の問題、これも何とか直さなきゃいけないということをこれまで何十年も議論してきたのに結局できなかった。昨日ね、 NHK の討論会とテレビ大阪の番組で僕はびっくりしました。その前の29日は読売テレビの討論会に来ました。今大阪市議会議員何て言ってるか知ってますか？二重行政はないって言い始めてます。二重行政はないって。全国どこでも大都市においては二重行政、大都市と都道府県の二重行政というものがもう何十年も問題になってきて、これをどうするああする議論してきて、なかなか解決策ができて出てこなかった。大阪でも二重行政といえばもう全国でみんなが知ってるような、本当笑いのネタになってるような、そんな話です。大阪の二重行政、これを大阪の市議会に大阪の構想を反対している人たちが二重行政はないと言い始めました。あまりにもね、大阪都構想の問題に二重行政、二重行政って問題がクローズアップされていたから、二重行政ないっていう戦略に出てきたんでしょうね。そしたらですよ皆さん、今自民党、民主党、公明党、共産党の市議会に大阪の政治を任していたら永遠二重行政を解決しません。彼らは二重行政ないって言い切ってるんです。まあ本当に彼らもね、矛盾したこと言いまくってます。でも皆さんに冷静に考えていただきたいのは、今まで大阪の政治家が言ってきたことは何なのか。大阪の発展を目指しましょう。大阪を再生させましょう。大阪の二重行政をなくしましょう。みんなこれを言ってきたけどもできなかった。ただここにやっと一つの解決策、これを本気で打ち出したのはこの大阪都構想です。繰り返しになりますが、100点満点とは言いません。どこかこの間、商店街の連盟、商店街組合がね、そこの会長が一つでも二つでも不安があった、反対せざるを得ないと言いました。そうしたら今の大阪府と大阪市、今の大阪府と大阪市なんかね、不安なんか1000万と1億もありますよ。今の状態で不安なんていうのは山ほどあるんです。ところが大阪都構想の不安だけを挙げつらって、大阪都構想に一つでも二つでも不安があれば反対するんです。まあ、商店街の会長もよっぽど大阪市役所が存続してた方が何かメリットがあるのかも分かりませんね。皆さんに考えていただきたいのは、今の状態と大阪都構想どっちの方が未来につながるのか、そこをぜひ皆さんに判断をしていただきたいと思います。まず大阪の発展、なんでこれまで大阪の政治家が本気で大阪の発展ということを実現できなかったか。当たり前です。大阪の政治家頭悪すぎです。頭悪すぎ。何が頭悪いかと言いますとね、政治家なんていうのがね、街を変える、世の中を良くする、そんな力ありません。僕ら普通のおっちゃんなんです。短期選挙で選ばれてるだけなんです。国会議員もみんなそうです。話してもね、うわこの人本当にすごいなんて、まずいません。普通のおっちゃん、普通のおっちゃん。
政治家の役割っていうのは方向性を示して役所に仕事をさせるというのが政治家の役割なんです。役所に仕事をさせる。大体大阪の国会議員、麻生先生別ですよ、麻生先生は別、大阪の自民党の国会議員だって今まで大阪をこういうふうにする、こうやって発展する、みんな口ばっかり、実現できないでしょ。当たり前ですよ。政治家が言うこと、そのまんま実現できるほど、それだけに得られたものなんてなってないから。僕は知事と市長をやってよく分かりましたけどね、役所にしっかりした計画を作らせて、役所にそれを実行させないことに本当に実現できません。僕らも維新の会でね、政治家が集まってああだこうって喋るでしょ、まあ、みんなにいろんなアイデアを出ますけれども、本当にそれを実現しようと思ったら役所の人間に入ってきてもらわないとそんなことできません。やっぱり役所組織ってのはすごいんです。でもね、役所組織だけでも全部はできないんです。役所組織はこれまでの慣例、これまでのルール、そういうものに縛られますから一歩新しいものを踏み出すことができない。だから政治家と役所が力を合わせて、政治家がやっぱり方向性を示す、今までのやり方を一歩乗り越えるような方向性を示して、実際にその計画を作ったり、その計画を実行するのは、それは役所がやらなきゃいけないんです。そして僕は知事と市長を7年半やりましたけど、大阪の大問題、見つけましたよ。なんで大阪が発展しないのか、もう分かりました、原因が。なぜかといえば、大阪全体を見渡して、大阪全体を発展させるための計画を作る役所がないんです。大阪全体を見渡して、大阪全体の発展を考えて、それを実行する、その役所がないということが分かりました。これは僕ね、知事と市長をやって、本当にね、大発見だと思ってます。多分市民や府民のままだったら、え、大阪府庁が大阪全体の計画を作ってるんじゃないの、大阪府庁が大阪全体を引っ張ってくれてるんじゃないの、普通はそう思います。しかし現実は違いました。大阪市内のことは大阪市役所、大阪市以外のところを大阪府庁、そういう役割を担当制になってたんです。これはね、皆さんが思ってるほど緩やかな担当制、そんなんではありません。ものすごいギチギチの担当制、大阪市内のことについては大阪府庁を口出さない、そういうふうになってます。だから僕は知事の時にね、大阪全体の発展計画を取りまとめようとしました。大阪全体を発展させるために計画をまとめて実行しようとした。大阪の景気を上げようと思って、そしたらそれは府庁ではできませんとなりました。大阪市内のことは大阪市役所じゃないとできません。 すなわちね、皆さん、今大阪には大阪全体の発展を考えて、その計画を作ってビジョンを考えて、それを実行する役所組織がないってことなんです。だから発展するわけありません。その計画がないんです。皆さん、地下鉄の計画、鉄道の計画、大阪全体にネットワークが広がっている、ネットワークが広がっていく計画、全く大阪にはありません。ない。場当たり主義でね、その地元地元が地下鉄引いてくれ、鉄道引いてくれ、その場その場に合わせてやってるだけなんです。何の戦略も何の計画性はありません。びっくりしました。東京はどうか、東京はしっかりと東京都庁が東京全体の発展のことを考えて、40年50年を見据えた計画を作ってるんです。僕ね、40年前は東京に住んでたんですよ。まあ本当にね、まさかこんなんなるとは思っていませんでした。東京の地下鉄、鉄道が今東京の地下鉄、周りの施設と全部つながってます。もうそのまま施設から地下鉄乗り換えなしに行ったり来たり。大阪市営地下鉄は大阪市内のことしか考えていませんから、周りの施設とつながってるのはせいぜい阪急と境筋線、あれぐらいです。直接つながってる、あと近鉄のちょっとあそこと中央線がつながってるぐらいですか。あとの全体計画全くありません。バーバリッシュだから、40年経っても50年経っても基本的には今の地下鉄と鉄道変わりありません。東京は40年前はこんな広がりはなかったんです。東京はしかし40年経った今、むちゃくちゃ便利になってます。
むちゃくちゃ便利になってる。高速道路も同じです。大阪にはね、高速道路全体計画全くありません。バラバラだから、大阪の高速道路、大阪府大阪市が揉めて話が進まない。40年50年も話が進まないってこんな状況です。ところが東京は、東京都庁が東京全体のことを考えて40年前に作った計画、僕が6歳の頃に作った計画が今実行実現できてるんです。もう新宿から羽田空港まで40年前は1時間半も2時間もかかってた。それが今や高速道路でたった20分で新宿と羽田空港を車で行ったり来たりできるようになった。これがね、皆さん、東京の発展なんです。大都市の発展っていうのはこういうことなんです。1年や2年で大阪が発展するなんてそんな甘いことありません。やっぱり世界と競争しながら世界はみんなしのぎを削ってるんです。いかに大都市を便利にするか、人や企業いかに集まってもらうか、一生懸命なんて考えてます。でも大阪にはそれを考える組織がそもそもない。大阪府庁も大阪市役所も大阪全体のことを考えて自分の狭い狭いところしか考えてない。これが大阪の現状です。ですから僕はね、知事と市長をやってもらったのは、もし大阪を、まあ1年2年じゃなくてですよ、20年30年40年先のことを考えて、大阪を本当に日本の中の2つのエンジンの1つにしようと思うんであれば、この大阪に大阪都庁が絶対に必要だと僕は感じたところなんです。大阪府庁、大阪市役所、この2つの大きな役所を一つにまとめて大阪都庁にする。反対派の人たちはね、役所を作り変えたところです、何も関係ない、そんなことで大阪は発展しないって言いますか。それは政治家が頭悪すぎるか、さっきから言ってます。役所を使う、役所に作らせる、役所に働かせるということを考えたこともない政治家は役所を作り直そうというそんな発想にはならないんでしょうね。しかし政治家がね、いくら口で大阪を発展させるなんて言ったって、これまで何十年もそれできなかったんですから。皆さんに考えていただきたいのは、今ここで大阪を本当に子供たちや孫たちの世代、本当に便利な大阪に、本当に人が集まってくる、企業が集まってくる大大阪にするために、この大阪都庁という組織が必要かどうかです。東京は1943年、今から72年前、東京府庁と東京市役所を一つにまとめて東京都庁にしたんです。そこから東京都庁は東京全体の発展のために、まあ40年計画50年計画をしっかり作って、40年経った今、50年経った今、確実に東京を大成長に導いております。大阪はね、今から遅いかも分かりませんけども、その一歩を踏み出さないと今のまんまだったら何にも変わりませんよ。自民党、民主党、公明党、共産党、大阪都構想に反対するのはいい、でも反対しても彼らには何の案もありません。今まで40年かかって50年かかって大阪を発展させることができなかった自民党、これが一体どうするって言うんですか。僕は昨日討論会でね、何遍も聞いたんです。どうやってやるんですか、どうやって大阪を発展させるんですか、何にも案はありませんでした。政令市、大阪の魅力を高める、政令市、大阪市の力で何とか大阪を発展させる、こればっかりです。なんで発展しなかったのか、その原因は何なのか、全くその分析がないのが今の大阪都構想反対派です。僕が言ってることも 100% 正しいとは思いません、ね、間違ってることもあるでしょう。でも少なくとも今政治家として、大阪都構想反対側の政治家と僕を比べてみて、大阪の発展、これが阻害されてきた原因を分析して、それに対して一定の解決策を出したのはこの大阪都構想、我々維新の会だけです。今大阪に解決策、この大阪問題の解決策としてはたった一つしかありません。大阪都構想しか。もちろん皆さんにはいろいろ不安があるかも分かりませんが、これも昨日徹底討論をしましたけどもね、今大阪都構想に投げられている不安、これはもう全てがほとんどは嘘、根拠のない抽象的漠然としたそういう不安である、疑問であるということもはっきりしました。
皆さんのご自宅にね、もうビラがいっぱい配られてると思います。ビラが。でね、もう多分自民党、民主党、公明党、共産党はテレビの公開討論会出てこないと思います。今テレビ局の方がまた公開討論会を設定しようとしてるんですが、どうも相手方が出てきません。なぜかといえば、昨日のテレビ討論会やおとといのテレビ討論会でも見ていただいた方はお分かりの通り、一体何が大阪都構想をやることによって住民の皆さんに対してどういうマイナスがあるか、具体的に答えてくださいってことを何遍も何遍も確認したんですが、彼らは言えませんでした。言えませんでした。当たり前です。なぜかといえば、今大阪市役所がさまざま皆さんに提供している住民サービス、これは大阪都構想になってもそのまま引き継いでやるとなってるんですか。でもう彼ら反対派が言ってることはもうこの繰り返しです。政令市、大阪市だからできてるサービスがこれからできなくなる。大阪市だからできてるサービスが大阪都構想になって特別区になればできなくなる。こればっかりです。で僕は昨日言いました。政令市だから、大阪市だからできてるわけじゃないですよと。こんなのはお金があるからできてるだけなんです。別に大阪市じゃなくて、村であろうが町であろうが、まあ、東大阪市であろうが、土瀬町であろうが、三崎町であろうが、お金さえあれば大阪市がやってることと同じことできるんです。市町村、市なのか町なのか村なのか特別区なのか、やれることはそこで制限はありません。たった一つ、お金があるかどうか、そこだけで役所がやれることやれないことが決まってくるんです。そして大阪都構想に移した場合に、今大阪市役所が持ってるお金、医療、教育、福祉のお金はそのまま特別区役所に渡すんですか。今大阪市役所がやってるいろんなサービス下がるわけないんです。だから今ビラでね、本当にひどい、あのいろんな反対派のビラを見てますけど、僕まともな議論だったらね、ちゃんとやろうと思ってるんですが、税金が上がる、水道料金が上がる、国民保険料が上がる、市営住宅の家賃が上がる、上がるわけないんです。なんで上がるのか言ってくれって言っても彼ら答えられません。とにかく今不安ばっかり煽ってます。それから特別区になると、隣の保育所に通えなくなる、隣の特別養護老人ホームに行けなくなる、隣の区の市営住宅に行けなくなる、そんなの嘘800です。行けるんですか。行けるようにしますよってちゃんと書いてやってるんです。ところが相手方はもうね、大阪都構想に対して不安ばっかりを煽って、まあ住民の皆さんが、あ、これだったら嫌だなと思うようなこと、もうそれを外線車使ってもうわー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 わめき散らしてます。さっきそこで聞いたらね、大阪都構想になったらワクチン代が上がるらしいですよ。子供のワクチン代が上がるわけないじゃないですか。お金をそのまま特別区役所に渡すんですか。反対派では今まともな議論ともうなってないんです。でも市民の皆さんがそういう不安に恐れて、もし大阪都構想反対となれば、これは僕の説明不足で、まあ、僕の責任だと思いますけれども、ぜひ皆さんに分かっていただきたいのは、役所が何かをやるやらないっていうのは単にお金の問題だけです。大阪市だからできてるとか、大阪市っていうものが素晴らしいからとか、そんなことじゃないんです。皆さんに言いますよ、今の大阪市のままだったら皆さんの暮らしは守れません。守れません。今の大阪市がね、素晴らしいなんていう前提はおかしいんです。まずこれ見てください。大阪市の今の皆さんに負わしてる負担、これもね、自民党、民主党、公明党、共産党、誰も言わない。市民の皆さんの負担はどん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 今増えていってます。増えていってます。仕事やりすぎなんです、余分な仕事を。だから僕は大阪都構想にして市役所の仕事を医療、福祉、教育にもう完全に絞ってしまう。もう余分な仕事はさせない。なぜこうやって市民の皆さんが増えてる、市民の皆さんの負担が増えてるのか見てください。こんな余分な仕事をやったら、さ、皆さんの負担が増えるのは当たり前じゃないですか。こんなビル建てたり、ワールドトレードセンタービル1200億円もあれば、これで一体医療、福祉、教育どれだけ充実できるんですか。こんなまたホテル建てたり、1027億円、これ失敗して今度賠償金で650億円払うんですよ。大阪都構想にね、最初にかかるお金が600億円かかるから無駄だ無駄だって反対派を言いますけど、今のまんまでどれだけの無駄をやってきたのか彼ら言わないわけです。自分たちがやってきた無駄なんていうのは何千億円の無駄をやってきた。これを止めるために大阪都構想という提案
案したんです。大阪都構想で確かに600億円最初に経費がかかります。これはっきり言って初期投資です。二度と大阪市役所こんな無駄なことはさせないために、大阪市役所医療を福祉教育に集中させるために特別区役所にする、そのための最初の投資が600億円。最初に投資をしてもきちんと後で回収ができます。彼らこれも言わない。最初に600億かかるといって、最初初期投資をすればちゃんと改革ができる役所に作り直して、そして税金の無駄遣いを止めて二重行政を完全にやめればちゃんとお金が積み上がってくるっていう、こういう表がちゃんとあるんです。これはちゃんと正式な公式資料です。これだから投資っていうことを考えれば、600億円お金使っても後からこうやって増えるんだったらそれやったらいいじゃないか。この数字当てにならないと思われる方もいらっしゃるかもわからない。本当に橋本600億円かけて大丈夫なの？それはこれを見てください。何でも言います。これまでやってきたこの税金の無駄遣いの数々、これをやめれば皆さんに対して使えるお金が増えるのは当たり前です。この何千億円の失敗を今までこれに税金をつぎ込んできた、もうこういうことはやめましょうということです。こんなことをやめれば皆さんに使えるお金が増えるのは当たり前じゃないですか。これからの時代に皆さん、今の大阪府庁大阪市役所だったら乗り切れません。さっきも言いました、大阪を発展させるなんて口で言うのは簡単ですけど、本気でやろうと思ったら大阪都庁が必要、そして今国際情勢はどういう状況か、ものすごい競争激化の時代ですよ。それは中国だって東南アジアだってどんどん今成長してきてる。そんな中で大阪が、大阪府庁と大阪市役所が常に話し合いをやってちんたらやってるような、そんなスピード感で大阪が本当にね、世界の中で通用するような大阪になるわけないです。だからまず第一に大阪都庁というものをしっかり作って、大阪全体の計画を作らせて、それを強力に実行させる。もちろん実現するのはそれは20年後30年後かも分かりませんが、でも今第一歩を踏み出さないと未来の大阪にはつながりません。そして2点目、今の大阪市役所のまんまだと本当に皆さんの負担上がりっぱなしになります。さっきも言いました、無駄な仕事をやりすぎなんです。なぜ市議会議員が大阪都構想に反対してるか、ああいう大きい仕事ができなくなるからなんです。大阪市役所を作り直せば医療福祉教育のことしかできなくなる。地下鉄の話、大学の話、そういうものは全部大阪都に移ってしまいますから、市議会議員の仕事がぐーっと狭まってしまう。だから市議会議員はね、もう抵抗ですよ。もっと言えば大阪都構想が実現すると市議会議員は全員クビになるんです。だから住の家から出てきたね、片山さんとか佐々木さんはね、はっきり言ってちょっと頭おかしいんですよ。今回だって選挙で必死になって当選お願いします、当選させてくださいって必死に言ってますけども、大阪都構想を実現したら片山さん佐々木さん2年後にはクビです。クビなんです。いや、これがね、僕は政治家の覚悟だと思いますよ。佐々木さん見てください、赤ちゃんこの間産んでですよ、こんだけ忙しい中で子育ても大変な中で、私をなんとか当選させてくださいってあれだけ必死の選挙活動をやった。で今何やってるの？大阪都構想は大阪都構想はっていうのは、私をクビにしてくださいって言ってるのと同じですからね。だから今反対派はとにかく死に物狂いでこれ一生懸命なってるのは、まあ、市議会議員の身分を守りたい、僕はそこしか考えられませんね。皆さん、今の大阪市役所ね、本当にね、今のまんまがいいなんて、そんな甘いことを言ってる僕、自民党、民主党、公明党、共産党が信じられない。あれだけ天下りが多くて、職員の給料が高くて、皆さんの税金を食い潰してきた、その大阪市役所そのまま残せって言ってるんですよ、反対。天下りだって、あの自民党、民主党、公明党、共産党、一切改革してこなかった、ほったらかしだった。職員の給料だって高いままほったらかしだった。それをこの1年2年で大阪維新の会で改革をしてきましたけどもね、今の大阪市役所と大阪市議会そのまま置いていても皆さんにとって利益は何もありません。一部大阪市役所から補助金なんかをもらってる人たちは大阪市役所をそのまま残したいと思ってるんでしょう。市民のためにはね、やっぱり作り直さなきゃいけない。さっきも言いましたけど、もう無駄な仕事はさせない。高層ビル建てさせたり、ホテル作らせたり、そんなことはもうさせない。
医療、福祉、教育に集中させるんです。そして2点目、ここをよく考えてください。僕は大阪市長と大阪府知事をやりましてね、大阪府知事と大阪市長をやりまして、少子高齢化時代を迎えて皆さんの暮らしを本当に守るためにはどうしたらいいのかずっと考えてきました。今のまんまで皆さんの暮らしが守られると思ったら大間違いですよ。大阪都構想反対派の人たちはこう言います。大阪市だからいろんなことできるんです。大阪市だから皆さんの暮らしを守れるんです。特別区になったら皆さんの暮らしは守れません。大嘘です。今の大阪市でももうお金はありません。予算を組んでるのは僕ですから。本当に議員は無責任。今の大阪市でも最終予算組むとき200億円足りない、300億円足りない、そこからスタートしてるんです。まずその前提を自民党、民主党、公明党、共産党はちゃんと市民に言っていません。大阪都構想が反対されて大阪市のまんまになれば、大阪市だったら皆さんの暮らしを守れる、そういう話を自民党、民主党、公明党、共産党は皆さんにね、幻想を抱かしていますから、よく考えてください。今まで大阪市このまんまじゃダメだよねってみんな言ってたじゃないですか。ところが急にこの大阪都構想の話になったら今のまんまの方がいいよねってなってしまって、まあこれは僕の説明不足っていうところもあるんでしょうけど、でもね皆さん、今の大阪市はお金ないんです。ないんです。ない中でこれからどうしていくかといって考えたのが大阪都構想なんです。だから彼らが言ってる話は真逆です。これは皆さんによく考えてもらいたいんですが、今の大阪市のままでいけば皆さんの負担は増えます。おそらく税金は上げざるを得ない、ワクチン代、これもね、もっと費用をもらわなきゃいけない、敬老パス、これ3000円ご負担いただきましたけど、今のまんまの大阪市だったら敬老パス、もっと負担は上がります。国民保険料、今のまんまだったら上がるでしょう。介護保険料も上がるでしょう。それ僕が見てきたからよくわかります。なぜか、第一、今大阪市お金がない中で必要なこと、住民の皆さんに対してやらなければいけないこと、どんどん増えてきています。少子高齢化時代を迎えて住民の皆さんの暮らしを守るために役所がやらなければいけないこと、どんどん増えてきているんです。そしたら皆さんよく考えてください。そのお金どこから持ってくるのかです。皆さんの生活を守ると言ってもお金は天から湧いてこないんです。地から湧いてこないんです。誰かが負担しなきゃいけない。その誰かっていうのは市民が負担しなきゃいけないんです。なぜ敬老パス、僕は今回3000円お負担をお願いしたのか、あれはただでも何でもないんです。70歳以上の方がお使いになられた地下鉄パス代、税金で全部負担してるんです。年間90億円です。どういうことか、70歳以上のおじいちゃんおばあちゃんが自分たちの財布からは地下鉄のお金は払いませんが、全部使ったお金は全部IC カードに記録されておりまして、20代、30代、40代、50代、60代の方が税金として肩代わりをしている。すなわち70歳以上の方が使った地下鉄バスのお金を20代から60代の方が肩代わりしているというのが敬老パス制度なんです。あれ無料でも何でもないんです。だから今回僕は3000円のご負担をいただきました。なぜか、年間90億円あの地下鉄のバスのお金に、70歳以上の方の地下鉄バス代のお金、年間90億円みんなが肩代わりして、これはね持ちませんよ。だから使った人にやっぱり少しの負担を求めるということで今回3000円の負担をいただきました。これね、これからの世の中、大阪全部こういう世の中っていうか、こういう話になりますよ。子どもたちの教育予算を増やす、そしたら何かを市民の皆さんに負担してもらわなきゃいけない。高齢者の皆さんに対してこういうサービスをやりますよ、そしたら市民の皆さんに何かを負担してもらわなきゃいけない。その時に皆さん負担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 だったらもう落ちませんよ、そんなの。そこで僕が考えたのは、これからの少子高齢化時代を迎えて皆さんのいろんなさまざまな要求に応えるためにはやっぱり見直しもちゃんとやっていかなきゃいけない。一度作った補助金、それを未来永劫続けていて、その上で皆さんにあれやります、これやりますなんて言えるわけなんです。もう一度言います、お金は天から降ってきません、力湧いてきません。皆さんにこれから何かをやろうと思えば何かを我慢してもらわなければいけないという、そういう時代に突入していくんです。
その時にちゃんと我慢してもらうものをちゃんとやらなければ、皆さんの税金、国民保険料、介護保険料、保育所のお金、どんどん上げていかざるを得ない。だから今回大阪都構想が一番僕が考えたこのね、アイデア、知恵の部分は、大阪市役所という巨大な役所一つで267万市民、大阪市内24区、必要なものと我慢してもらうもの、これを調整するのはもう不可能だと。見てください、僕は子ども教育予算5倍に増やしました。もう子どもの教育環境が今までボロボロだったもんですから、クーラーもついてない、トイレも汚い、小学校中学校のトイレも汚い、テレビはブラウン管テレビ、先生にはパソコンを与えられていない、まあ全国でも最低の教育環境だったもんですから、これは教育環境を整えるということでお金を増やしました。その代わり申し訳ありませんが、敬老バスは一部有料化、赤バスは廃止ということを決めました。そしたらですね、今の大阪市役所の仕組みだと赤バス廃止と決めれば大阪市内全部廃止になっちゃうんです。敬老パス一部有料化といえば38万人の高齢者の皆さんが全部有料化になってしまう、ものすごい荒い雑な、そんな挑戦になってます。大阪市役所を硬直的で画一的で中央集権的で細かな調整ができなくなっている。ですからこれから少子高齢化時代を迎えて、住民の皆さんのいろんな要望にお応えしながら、でもこれも我慢してくださいねということを言っていかなければいけない、その時代において、一つの大きな大阪市役所がいいのか、5つの選挙で選ばれた区長のもとの選挙で選ばれた区長のもとの特別区役所がいいのか、そこを判断していただきたいということなんです。皆さんね、大阪の人ってちょっとピンとこないかも分かりませんが、今の住之江区役所と特別区役所は全然違います。住之江区役所は自分たちで独立した決定はできません。自分たちで独立した行政はできません。住之江区役所、それを東京23区のように区長は選挙で選んで、あの区役所に淀屋橋中之島から多くの職員をどんどん送って独立した役所を作るというのがこの大阪都構想なんです。一つの大きな大阪市役所で調整するのがいいのか、それとも5つに分かれてそれぞれの地域で調整するのがいいのか、少子高齢化時代どちらの方が役所の姿としてふさわしいのか、そこを判断していただきたいというのが皆さんに対しての今回の住民投票なんです。長くなりましたけども、大阪の問題40年50年大阪の政治家は議論するばっかりで誰も解決策を示してこなかった。大阪を発展させると言いながら誰もできなかった。原因の分析がなかった。僕はその原因として大阪都庁がないからだ、そのように確信をして、まずしっかりした大阪都庁を作ろうと考えました。そして2つ目、少子高齢化時代を迎えてこれからますます皆さんの負担が上がり続けます。しかしここを何とか抑えるために、必要なものと我慢してもらうもの、これを細かく調整していくことがこれからの少子高齢化時代での役所の姿だという思いから、今の巨大な大阪市役所を5つに分けてそれぞれ独立して自分たちの行政をやってもらう、丁寧な調整をやってもらう、これしかないという思いで今回提案したのが大阪都構想。まさに大阪の問題、これからの将来を見据えて役所を作り直そうというその解決策として出したのが大阪都構想なんです。僕は繰り返しになりますが、この案が 100% 正しいとは思いませんが、しかし今の大阪に他の解決策があるといえばないんです。ですから今回の住民投票、これまでの大阪府庁大阪市役所そのままやってずるずると衰退を迎える方がいいのか、それともやっぱり未来の大阪につなげるために新しい解決方法を選んでいくのがいいのか、それをぜひ皆さんに決めていただきたいと思ってます。江戸幕府から明治政府に変わった時にですね、あれは明治政府ができたから近代国家日本ができたんです。江戸幕府のまんまで将軍を変えただけで、あの江戸幕府のまんまで今の日本になったかといえば絶対にならなかった。あの江戸幕府の幕藩体制を明治政府の中央集権体制に一回作り直したから近代国家日本というものが生まれた。とかまさに今の平成の世にこの時代に合わせた大阪政府というものを作り直して、そしてこの大阪都庁と特別区役所で新しい大阪を築いていく、そのようなことを目指しているのが大阪都構想です。
そして自民党、民主党、公明党、共産党はそれに代わる案がない。そして何といっても大阪都構想に対していろんな批判は加えていますが、結局のところ何が大阪市民にとって不利益になるのか、彼らは何一つ具体的に指摘することができませんでした。繰り返しになりますが、当たり前です。今まで大阪市役所が提供してきたさまざまなサービス、そのお金はちゃんと確保するんですから、お金さえあればちゃんと皆さんにやることはできます。そしてもう一つ、大阪都庁も皆さんのために働く役所です。僕はね、昨日ねテレビ討論会でもびっくりしました。もう共産党が慌ててましたね。共産党のビラ見てください。こう書いてます。消防庁、消防局がね、消防が大阪府の方に行けば消防車が走ってきませんよ、ビラに書いてます。ありえません。テレビでね、東京のコメンテーターも突っ込んでましたよ。別に大阪市役所が消防をやらなくても、大阪都庁が消防をやっても消防車は走ってくるでしょう。共産党の議員はアボボボボボってなってました。そこで消防車走ってきませんなんて言えませんから、テレビでもビラには書いてます。消防が大阪都の方に行くと消防車が来てくれません、救急車が来てくれません。そうやってね、わからない市民の皆さんの不安を煽ってるわけです。だって警察見てください。警察はこれ大阪府の所管です。でも市民の皆さんの安心安全常に守ってくれてるじゃないですか。大阪都がやろうとも大阪市がやろうともちゃんと仕事をやってくれたらそれでいいんです。大阪府に取られた、大阪府にお金取られた、そんなことを言ってるのはね、仕事を奪われる市議会議員だけ、そして大阪市役所から補助金をもらってるいろんな団体だけです。大阪市役所を守ろう守ろうとしてるのは市民の皆さんにとっては、大阪市役所であろうが大阪都庁であろうが、自分たちが選んだ代表がしっかり仕事をやってくれたら何にも変わりはない。今回大阪府庁と大阪市役所というね、時代遅れのこの役所を一から作り直して、本当に大阪市民のためになるような役所に新たに生まれ変わらそうというのが大阪都構想。もう一度皆さん考えてください。今のままで解決策なんとかこれでなるというんだったら、大阪都構想反対していただいて結構。でもここまで来るのに本当に山あり谷あり地獄ありでした。5年かかってここまで来ました。まあ江戸幕府を倒して明治政府作るにはあれ10年かかったんでしょう。何千人の若い人たちの命を落とされたんでしょう。まあそれに比べればね、大阪都構想なんて誰も死んでませんから楽なもんですけども、それでも僕はこの40年間50年間大阪のどの政治家も解決策を示してこれなかった大阪の発展と二重行政の問題、そして少子高齢化時代を迎えた役所の姿の問題、これに解決策を示したという、その自信だけはね、あります。あとは皆さんが選択をしていただくかどうか、日本全国で誰もやったこともない、まさにこの大阪政府を住民の皆さんで作り上げるということ、5月17日どうか皆さんの力で新しい大阪の歴史のページを開いていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。もうね、皆さん期日前投票下6で負けてます。大阪都構想これ負けてます。それでね、さっきもね大正区で演説したんですけどもね、いっぱい質問を受けましたけど、こう言われました。橋本さん応援してるけど市営住宅の家賃が上がるから反対するって。いやちょっと勘弁してくださいと。市営住宅の家賃上がらないし、それ上がったら確かにお宅様に申し訳ないけれども、でも未来の大阪考えてくださいよ、ね、市営住宅の家賃上がらないんだったら賛成するって言われましたけど、上がりません市営住宅の家賃。大体ね皆さん、市営住宅の家賃上げるとか水道料金上げるとか国民保険料上げるとか、これ全部議会が同意しないと上がらないんです。だから自民党、民主党、公明党、共産党ずるいんです。自分たちが上げないといえば上がらないのに、大阪都構想になったら上がる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 ってあれビラばっかり配って、共産党なんか今街宣車で国民保険料上がりますよ上がりますよって言ってるけど、彼らが反対したら上がらないんですか。それ言わない。自分たちが上げないって言ったら上がらないのに、大阪都構想になったら国民保険料が上がりますよ、2万円上がりますよ、子供のワクチン代がこれが6000円取られますよ。まあみんな言いたいこと言いたい放題言ってますけどもね、それならない。
でね、本当にそういう生活不安ばっかり煽って、まあ正直僕の本当に力不足ですけども、今下6で負けております。そしてね、もう一人の人に質問を受けたのは橋本さん。もう橋本さん応援してるし、大阪都構想は賛成してるけども、今回はもうちょっと考えさせてと、今回ペケでも2年後にもう一回住民投票やってと言われました。やれません。今回ペケになれば100年経ってもこんな住民投票はできません。府議会と市議会が賛成多数になったのはある意味奇跡です。これは年末の衆議院総選挙の時に維新の党を第一党に押し上げていただいたから、もう大阪都構想進まないと言ってたところで、公明党が住民投票までは協力してくれるという、そういう動きがあってから住民投票まで来たんです。これで秘訣になればもう100年200年経っても大阪都構想の話は絶対にこれはもう持ち上がってきません。まあ皆さん、いろいろ不安があるかも分かりませんけども、1943年、今から72年前、東京府と東京市、東京も二重行政だった。これを一つに合わせて作ったのが東京都です。東京もね、生みの苦しみがいろいろあったらしいです。名前が消える、東京市がなくなる、反対反対運動が起きたんです。でも72年経った今どうですか。もうあの72年前から比べれば、その当時の人たちから見れば子供たちや孫たちの世代です。誰が東京市なんていうことにこだわりを持っている人が東京都民にいますか。みんな東京23区民と東京都民に誇りを持って、まあ東京ってことは大発展してますよ。確かに今変わることには我々不安があるかもわからない。でも誰かがそこを乗り越えていかないと未来につながらないんです。東京、かつては東京市だった、東京市民だった、いろんな本を読みました。東京市民の誇りを守れ、東京市という文化や伝統を守れ、今と同じこと言われてるんです。でもね皆さん、これテレビ局でもテレビ討論会でも言われまして、柳本さん、自民党に歴史ある大阪市を守る、歴史と伝統を守っていく。東京市、1943年72年前に東京市がなくなりましたが、東京の歴史や伝統文化きちっと守られてますよ。地名全部残ってますよ。浅草だって神田だって渋谷だって新宿だってみんな地名残ってる。コミュニティだって全部残ってる。この大阪都構想、東京、東京も東京都になって、大阪が大阪都になって、なくなるものはたった2つです。いや3つかな。1つ、大阪市役所がなくなります。2つ目、大阪市長がクビになります。3つ目、大阪市議会議員がクビになります。これだけです。市民の皆さんにとってなくなるものは何もありません。あとは未来に、この未来に向けた大阪を残すかどうか、本当に皆さん、これがもう僕はね、大阪が変わるラストチャンスだと思ってますので、5月の17、今本当に負けてますけども、なんとか17までに逆転のほどよろしくお願いしたいと思います。本当に暑い中ありがとうございます。いやこれ難しい。いや今ね、階段板でもみんな反対してくださいって、町内会もね、もう階段板使ってるんです。でこの町内会のあり方も大阪は問題です。大阪市ぐらいですよ、この政治の問題に関して階段板で大阪都構想反対だなんだってやってるのは、だって町内会っていろんな考え方の人たちが入ってるわけですから、そこで賛成反対なんかしたら町内会が分裂してしまいますよ。だから大阪市の町内会ももうちょっと考えてくれないと。やっぱり古いんですね大阪市というのは。これやっぱり未来に向けた新しいものを作り直さなきゃいけないと思いますよ。はい、それでは、すいません、あの熱中症ならないように、本当に密射病ならないように。はい、私の前の方でその場を受けていきたいと思うんですが、それでは手を挙げていただきまして、さっき大正区に行ったらね、大阪都構想になったら、あの渡り船が、渡船がなくなるって今言われてるらしいです。それもなくなりませんよって、もう本当にあれなんです。あ、どうぞ。はい、テレビの座談会でも、どうしても事例不利の補助金運動ということが入ってくるんです。それは一応大阪市が政令都市になっている間、まあ、1年か1年かでいいですけど、大体裏入ったんです。
あ、それのもう一つ、あの、あれ書いてますよね、あの来年のところ、はいはい、あの25区かなったら、こんだけの案内がありますので、あの中に、あの、まあ言ったら、定例制度の費用は書いてませんよね。あのですね、あの多分今かなり勉強されてる方だと思うので、自民党が言ってることを踏まえてのご質問だと思うんですが、まずこの大阪市だからといって特別にもらってるお金はありません。政令指定都市としての補助金というのは各都道府県に入ってるんじゃないですか。あ、それはあの政令指定都市だからということじゃなくて、考えておっしゃる、そのそういう難しい話よりもですね、今大阪府の大阪市が今もらってるお金、これはそのまま確保できるということです。そのまんま。あの討論会でいつもね、どうとかの共産党の人がね、話するとね、必ずね、あのお金なくなるんですね。まあ、指令都市のね、あれで、あの財源がね、補助していくんやから、その指令都市はなくても何もならないと言われるし、でまたあの公党の方で書いてる、あのその他のところで、あのタバコのやつが入るんですけど、病院なんかで今タバコ吸ったらダメですって言われてるのに、あんなことなかなかちょっとあのタバコやめようかなと思ってる人もやめられなくなるんじゃないですか。そこはちょっと説明していただきたいです。あれね、本当にあのテレビの討論会は発言時間1分なんで全部喋れないんですね。でも今ご指摘されたことは非常に重要なことです。自民党はビラ見てください。大阪市がなくなると、大阪市が特別区になるとお金が減るって言ってますけども、その根拠は全くありません。それは今大阪市が皆さんのために使ってる医療福祉教育に使ってるお金が6200億円使ってるお金が、それはそのまま特別区にちゃんと確保しますので、何もお金が減りません。で、自民党と民主党、公明党、共産党と僕らが言ってること、向こうはお金が減るという、こっちは減らないと言ってる、何が違うのかというとこういうことです。彼らは皆さんの税金がまず直接特別区に入ってくるもの、そこだけをああやってね取り上げて言ってるんです。皆さん特別区になると税金の納め方がこうなります。一部は皆さんのお住まいのところの特別区に払います。だからこちらだったら、もし湾岸区か南区であればですね、湾岸区か南区であれば皆さんの税金のうち一部は湾岸区か南区に払います。で、残りは大阪府に払うんです。大阪府だからここを捉えて、特別区のお金、入ってくるお金は減るじゃないかって言ってるんですけども、大阪府に払ったお金、これは預けるだけなんです。大阪府に1回預けて、もう1回そこから湾岸区や南区の方に戻ってくるんです。だから結局特別区がもらえるお金、特別区が使えるお金という額に総額が変わりがない。なぜ1回ね、大阪府の方にお金を預けなきゃいけないかというと、なぜ大阪府にお金を預けなければいけないかというとですね、今度特別区になると5つの地域に加えて分かれますが、税金がよく集まるところとそうでないところの差が出てくるんです。だからこれを公平に、ちゃんとそれぞれの5つの区が公平にお金を確保できるように、1回大阪府が集めて、そして5つの区に配分するんです。だから最終的に特別区に回ってくるお金は、今まで大阪市役所が使ってたお金とそこは最終は変わらないけれども、そのお金のルートがね、一回大阪府に預けるっていうところ、これを彼らは自民党、民主党、公明党、共産党は意図的にそれは大阪府に取られたっていうんです。でも皆さんの税金ね、日本の国の税金の仕組みはみんなこの大阪都構想と同じ仕組みになってるんですよ。日本の税金のうち6割7割は大阪、東京、名古屋、東京、名古屋、大阪からこの日本全国の税金はみんな集められてます。それは大企業もある、企業も多い、人も多い、だから東京、名古屋、大阪からたくさんの税金が集められるのは当たり前。じゃあ集まったその東京、名古屋、大阪で全部使っていいのかといえば、沖縄とか北海道とか岩手が大変になる。だからどうしてですか。一回国が集めて47都道府県にしっかり配分してるんです、公平になるように。それと同じように、今度この大阪都構想になると、皆さんの税金のうち一部は直接特別区に払いますが、
一部は一回大阪府に預けて、そして特別区に公平に配分する。最後特別区に集まるお金は今まで大阪市役所が仕事をやっていた分の額は変わらないというふうになっているんですね。では自民党はこう言います。大阪府にお金を預けたら大阪府が勝手に使ってしまう。またそんな不安を言うわけです。そんなので皆さん、大阪府がそんなことやったらえらい大問題になります。これルールで決まってるんですから、大阪市民の皆さんから預かった税金はちゃんと各特別区に配分しますよってことをルールで決まってるんで、大阪府が取り上げるなんてことは絶対にありません。それはね、今の日本の行政の仕組みでも地方消費税っていうものは一回大阪府が預かって、そして大阪市に配ってるわけですから、もしそのルールを無視する、ルールを無視するって言うんだったら、地方消費税から今消費税だって大阪府が全部ね、市民の皆さんの消費税を全部大阪府が使うことだってできる。でもそれをやらないっていうのは法治国家だから当たり前なんです。それを自民党、民主党、公明党、共産党、とにかく皆さんの不安を煽るために、特別区になったらお金が減る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 と言ってますが、減らないような仕組みにしています。ぜひそこはご安心していただきたいのと、またいろんなところで説明をしていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ああ、そうですか。あの賛成を入れさせていただきました。T シャツもありがとうございます。はい、あのこれも息子が買ってきてくれた。ああ、そうですか。息子がものすごく発表したところなんで。でもね。家族全員が。橋本さん応援しております。いや、すいません、もうでもいろんな世論調査見ると橋本が嫌いだから都構想反対っていうのもいっぱいいるんですね。いや、これも僕の人の悪さというか性格の悪さがね、ここに来てこうなってしまったのかなと。人物じゃなくてね、人物じゃなくてちゃんと認められてるってことですか。違います、あのね、人物は言い方なんですけどね、その時その時によってこのって変わるところがちょっとちょっとあるんでね、そこがちょっとこう受け入れがたいところがあるじゃないですか。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらこそ。はい、ありがとうございます。それでは質問、はい、どうぞ。本当ね、しぶろくで負けちゃってるんで、なんとかお願いします、皆さん。財政についてちょっと、はい、あの17年間でですね、はいはい、700億円という黒字に見込まれております、その根拠といいますか、あの説明してほしいんですけれども、例えばですね、あの地下鉄バスの運営が、まあ、現在、まあ、年間300億を超える黒字、大阪市民を使うというのを除いても100億を超える黒字を出している。こういった数字のですね、270億円入っているのかどうか、もし入っておればですね、大した額あの、この自分ではならないんですけど、このあたりのことを教えて。素晴らしいご質問ありがとうございます。とにかく大阪都構想というのは、今の大阪の問題を解決するためにとにかく知恵を絞った案なんです。今のままの大阪市はもうダメだと、今のままの大阪府庁じゃダメだと、じゃあどうしたらいいかってことをいろいろ考えました。もう一度言いますけども、今の大阪市のままでもお金ないですからね。もう今自民党、民主党、公明党はビラを使って、この大阪市がなくなれば大変なことになりますよ、大阪市だから皆さんの暮らしは守ってるんですよ、もうむちゃくちゃ言ってますけど、子ども教育予算どんだけ少なかったか、本当に大阪市のね、教育環境なんて最低だった。大阪市で本当に皆さんの暮らしを守っていけるんだったら、全国でも最高レベルの教育環境になってるはず。ところが大阪市っていうのはもうこのままだったらダメ、本当にお金が持たない。それが大きな理由の一つとして、改革が全然進まないからです。例えばちょっと地下鉄の問題の前に一つ言わさせてもらいますが、皆さんゴミの収集事業、皆さんのゴミ、あれ家庭用ゴミ、あれを集めているの全部公務員です。大阪市はこんなの珍しいんですよ、全部公務員でやってるなんて。普通は民間事業者がゴミを集めてくれるんです。それをやるだけで年間79億円のお金が浮いてきます。年間79億円ですよ。大阪都構想で600億円かかるのが無駄だ無駄だと言っておきながら、市議会議員はゴミの収集事業、これ改革に全部反対です。年間79億円。それから地下鉄は確かに今黒字ですが、これ税金払っていません。今の大阪市営地下鉄は公営企業なので、ですから地下鉄を民営化するとこれを税金を払ってくれるようになって、年間165億円、まあ、お金が浮いてくるということなんです。
年間165億円これまたプラスになってくると。で、大阪都構想というものは議会が改革に反対していること、改革に反対していることをさらに進めるという意味がありますので、この地下鉄の案件にしても民営化というものが進めば、この大阪都構想で民営化が進めば年間165億円のお金も入ってくるというようなところがこういうところに入ってきているんですね。ただもうそれだけじゃなくて、例えば病院なんかでも一律病院と府立病院が一つにまとまれば年間50億円のお金が浮いてくるというふうになっています。でこれも議会が反対してる。これも大阪都構想になれば病院は一つにまとまりますし、大学も一つにまとまる、港も一つにまとまる、そういうことでこういうとお金がどんどん浮いてくるというふうになっているんですけどね。あのですね、黒字になってるわけですよ。それを組み入れることもできるんですね、システム的には。え？主体的にですね、組み入れることができます。はい。ですから、やはり修正すべきだと思いますね。民営化っていうのを盛り込もうとやれば。え？だから、2700億っていうのは、もうそうですね、大きく少なく修正されるべきだと私は感じます。え、少なくですか？はい。民営化を入れてるんであればね、それは黒字化はですね、もっと圧縮されるはずで、いやいや、都構想やらなかったら民営化できませんか、今、議会がみんな反対してますから。今自民党、民主党、公明党、共産党、みんな民営化反対してるんですけど、で都構想をやるとこれが都営地下鉄になって府議会の方に移りますが、3分の2の議決じゃなくて過半数でいいんです。で大阪府議会は、もともと地下鉄とか鉄道は公務員でやらなくてもいいという考え方ですから、都営地下鉄になったら民営化進みます。その時点で年間165億円、これで税金浮いてくるんです、都構想やるだけで。今の市役所のままだったら議会は全部反対してますから。このお金、これ見てください、この改革、自民党、民主党、公明党がこれ全部反対してるんです。これを都構想で進めましょうということなんです。この一つの枠だけで165億円、これで79億円、病院の方でこれで50億円ぐらい。だからここに書いてある改革が、これが今進まないから、大阪市役所と大阪市議会の都構想をやってこれを進めれば黒字になります。だから今改革が全然止まってるんですよ。だからこれを都構想で進めて黒字を出しましょうということなんですけどね。だから改革が進んでないから黒字にならないんです。で地下鉄の黒字は、大阪市の方に簡単に入れれません、簡単には。でだから税金で入れてもらうためにこれは民営化にして、ちゃんと税金で納めてもらえれば、これまた使えるお金が増えて、これを医療、教育、福祉にちゃんと回しましょうということです。入れられますけども、人件費とかが高止まりなので。だからこれ繰り返しになりますが、都構想をやらないと、もう一回言いますが、黒字になりません。だから大阪で皆さんの負担を上げずに、皆さんに税金を上げることもなく、なんとか少子高齢化時代に乗り切ろうと思ったら、こういう改革を進めていかなきゃいけない。そのためには都構想も必要だということなんですね。はい、ありがとうございます。それではこの人のところに、藤沢と申します。はい、国政におきましては、自民党と共産党の、政策が一致するということは絶対に基本的にありえません。ところが不思議なことに、大阪都構想は反対的にしておると、いかに矛盾を含んだ反対であるかということがよくわかると思います。で彼らが言っていることは、中国や韓国が反日でビジャマをつけている非常に等しいことなんです。で、大阪都構想というのは基本的に知識の見当たらんです。ですから、彼らが何を言おうとですね、大義は大阪都構想にあります。ですから報道をですね、進んでいただきたい。まあ、八方三階でも手はまだ空いてます。頑張りなさい。ありがとうございます。いや本当にね、心強いお言葉ありがとうございます。これ歴史を見れば、
ものすごい敵対してたその間柄もですね、外敵が来た場合にはみんな一致団結しますね。あの薩摩藩と長州藩がいがみ合ってた時にも、まあこれアメリカやイギリスが迫ってきた時には薩長同盟組んでですね、外敵にこう打ち勝とうとしてた。それからあの中国もそうですね、国民党と共産党が内戦をやってどっちがあの主導権を取るかっていう激烈な戦争をやってた時にですね、これが対日、まあ、日本と戦うために国境合作、国民党と共産党がタッグを組んだ。日本もそうですね、国内でいろんな政党が、まあ、ずっと議会で与党と野党に分かれてちゃんちゃんバラバラやってたのが、これ対日アメリカ、あ、ごめんなさい、対英米戦争になった時に大政翼賛会としてみんな一致団結した。結局自分の存在が否定されるという時には敵の敵は味方となってですね、みんながガシッと組んでしまう。今僕らがやろうとしている大阪都構想というのは大阪市議会、これを潰してしまうという話ですから、総理市議会議員で自分たちの身分を守るために自民党から共産党が今みんな一致団結してます。もう政策論じゃありません。まさにこれね、抜本体制、江戸幕府を倒して明治政府を作るような話になってしまってますので、もうこれは自民党から共産党がみんなこれ一致してますけども、なんとか僕はね、未来の大阪のために維新の会と市民の皆さんの皆さんと一緒にね、この第一歩をなんとか踏み出していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どんどんまた質問を受け付けていただきます。それではそこの、はい、まあでもね、本当にこれね、民主主義の国で良かったと思いますよ。これね、時代が時代だった、僕完全に殺されてますね。これ完全に殺されてます。で今ね、何やってるかって言ったらビラぐらいでしょ、ビラ。まあこれもいろんな誹謗中傷ビラがいっぱい出てきますけども、これ死ぬことないですしね。堺の市長選挙、4年前ですか、堺市長選挙で僕負けました、僕の力不足で。あの時もビラすごかったんです、ビラが。でやっぱり相手方はね、もう反対派勢力が一致団結としてビラがブワーって出回って、最後なんかね、橋本には愛人が7人いるとかね、そんなビラも配られまして、まあでもこれ民主主義だから死ぬことはありません。で今皆さん知ってます、電話で、これ敵方もなかなかやりますよ。アンケート調査の電話がかかってきます、これから。あ、今かかってくるらしいです。大阪都構想賛成ですか反対ですかって言って、プッシュボタン何番押してくださいって、賛成のボタン押すでしょ、3番か何番か押すんですよ。そうしたらね、賛成の方はこれで受け付けましたので投票に行かなくても結構ですって言うらしいです。ダメですよ、それ投票に行ってもらわないと。いやー、なかなか手込んでますよ、ほら必死です。まあ、この電話作戦はね、僕ね、敵ながらあっぱれだなと思って、これで受付終了しました。もう投票に行かないでください、まあ、投票行かなかったら賛成になりませんからね。まあこれ戦ですよ、やっぱり死ぬか生きるか、自分の身分が取られるか守れるかってことですから、まあ、それでもね、民主主義の国だから死ぬこともないということで、まあ、できる限りのことはやってみます。はい、それではね、それがまた、はい、お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。私もあのこの都構想とか特別区の仕組みについて調べて、聞くほどに賛成するしかないと考えていないんですけど、不安なこととかおっしゃっていただいたらお答えします。何か何でもいいので、都構想に関して不安なことはなくて、であの今不安なのは反対派の人がもう本当に好き勝手やってることに関して、あ、ビラはもちろんなんですけど、反対派の集会とかで大学教授とかを呼んで、で都構想分かりやすく説明しますみたいな、そんな歌い文句で、で中身はもう反対でしょ、クソばかりみたいな、そういったものってなんかこうなんというか何か取り締まることできないのかなと、全くの嘘を流すっていうのはこれはちょっと何かしらのこうなんか参考になるんじゃないかとは思うんですが、やっぱ止めることはできないのか。やっぱりね、あの、いや、もう本当おっしゃっていただいたことはもうすごい嬉しいし、あの、ありがたい話なんですけど、これやっぱり民主主義っていうものを考えると言論でやっぱり言葉でやっていかないといけないので、やっぱりこれ最後はどういうことであったとしても相手方が嘘を言ってるんだったらそれは嘘だっていうことをやっぱり言っていかないといけないのかなと。でそれで負けてしまったらやっぱりこれ戦なんで、もう素直に負けを認めるしかないのかなっていうふうに思ってるんですけどね。ただね、あのさっき言ったように電話のアンケートで、あの投票、これで受付完了しました、もう賛成の方は投票に行かないでくださいね、これはね、確かに選挙運動の妨害なのでね、こういうことはある意味ルール違反ってことになるんだけども、都構想の中身については
ある意味、まあ、もうどんなことを言われようが何であろうが、言われたら言い返す。で、相手方もそれだけ言いふらしていくんだったら、僕らも一生懸命、この都構想をこう広めていく。もうこれやっぱり戦だからしょうがないのかなって思うんですけどね。もしこれね、言ってることがこれは間違いだから、これは言っちゃいけない、あれは言っちゃいけないってことをやってしまうと、やっぱり表現の自由っていうのはもうこれ、最大限保障しないと、表現の自由がなくなってしまったら、権力者をこうチェックすることができなくなるんでね。やっぱりこの表現というところは、もし嘘を言われたら、それは僕らは対抗して、ちゃんとそれを訂正していくっていう、そういうことでやっていくしかないのかなっていうのは思うんですけどね。でもそういうふうに感じていただいてるってことがすごい心強いです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、から青木さん、じゃあ、どうですか。すいません。はい。大阪維新の代表が地元代表で、幹事長が次幹事長で、私はずーっと一番初めに知事の選挙に出られた時から、はい、あ、これは全体の地区を皆さん全体ですよ。だから都構想は本当にチャンス逃しますよ。これに参加しなかったら。ありがとうございます。全体的を。そしてもう一つ言いたいことは、この間の読み切りだったかな、13年って、はいはい、あの時は自民党の方は卑怯でしたね。というのは東京の方もおかしいんじゃないですか。東京の方のどこの方もおかしいんじゃないですか。というのは安倍さん、菅さんはどこと賛成ね。でこの間デーモンドさんかな、自民党の大阪の方は、まあ、これは私としたら一緒に行きはった、はい、次の日それに答えはったのが谷垣幹事長が、はい、あれは両党区に行くだぞって言ったんですわ。両党区に行くてね、頭は必須にね、ピークは適宜ですね、どういう意味ですか。全くね、その安倍さんと幹事長とは全く違うことを言ってはりますよ。大阪おかしいですよ。大阪だけじゃないと思いますよ、私は。いや、ありがとうございます。いや、もうね、ここまで来たら、もうそれはみんな必死になってね、いろんな言いたいこと言うし、まあ、大阪も市議会議員、地元の身分かかってるし、これ生活奪われますんでね、もうあまりもうそこはもう気にせず、あともう残すところ2週間なので、もう僕はやっぱり、さっきご質問者の方が、王道で進んでくれって言われたように、もう変な姑息な手法を使わずにね、やっぱり未来の大阪を作っていきましょうってことを、とにかく訴えかけてやっていきたいと思います。この前に3回東京の方で直下型の道が来ました、はいはい、その時やっぱり大阪は来た人、やっぱり受けたら行きますから絶対行きます。これね、日本のためにも必要なんですよ。東京一極集中をね、改めようってみんな政治家口では言いますけど、誰もできないんです。誰もやっていない。やっぱなぜかといったらさっき言いますけども、それをやるための役所組織って必要なんです。僕はその公務員のね、給料高いところとか天下りが多いこと、こういうところは改革していきますよ。でもやっぱり公務員組織っていうのはものすごい優秀。やっぱりこの組織がないと、役所組織っていうものがないと、皆さんの暮らしは守れません。ところがこれ大阪にはね、大都市でありながら大阪全体をしっかり支える役所組織がない。本当に痛感しました。大阪府庁は大阪全体を見渡すそういう役所ですが、職員の力不足。なぜかというと、一番大阪にとって重要な大阪市内を、これは大阪府庁が今まで担当していなかった。だから大阪市役所の職員の方が優秀なんです。でも大阪市役所の職員は今度ね、問題はね、大阪市内のことしか見ていない。だからこの大阪府庁の職員と大阪市役所の職員を合わせて、新しい大阪都庁というものをしっかり作って、大阪の発展、こちらの計画を作って実行してもらうのと、そしてもう一つ今ご指摘があったように、
何か東京に問題があった時にしっかり日本を支える、そのね、東京を支えるバックアップ機能というものをどこかが持たないと日本は沈みます。これ何か東京にあった時に日本は完全に今沈んでしまう状態。どこも日本を支えるためにね、しっかりそういう組織があるというのはどこにもないんです、東京以外。それを大阪で作るというのは大阪の発展のためだけ、大阪の発展のためだけじゃなくて、まさに国家のためにもね、これやらなきゃいけないんですよ。そしてそれをやりきるのはもう僕らの仕事というか僕らの力だけではできません。1943年に東京府と東京市を合わせて東京都を作った時は、これは内閣総理大臣がそうするというふうに決めれたんです、その当時は。1943年はでもすごい議論ありましたよ。さっきも言いましたよ、東京市を残せ、東京市をなくすな、ものすごい反対運動があったけれども、時の内閣総理大臣が東京都にすると言ってバーンと一本化した。今の時代はそれができません。じゃあ誰の力でやるのか、まさに住民の力でやるというのがこの大阪都構想の住民投票ですから、大阪の発展のため、そして少子高齢化を迎える時代にあって新しい役所を作ること、そして3点目、日本の国のためにね、東京が潰れたとか、潰れたって言い方はまずいかな、東京に何か問題があった時にこの大阪が日本を支えるんだという、そういうことを皆さんしっかりそういう意識を持ってもらって、ぜひ大阪都に参戦をしてもらいたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。激励も結構なんですが、ぜひご質問の方をお願いいたします。じゃあ、若野さん。大阪維新の会で、はい、都構想した後、はい、区長が他の党の人がなっても、はい、こういう政治ってできるものなんですか。まず、ありがとうございます。まず大阪都構想というものは大阪の役所の姿を変えて、もう一度言いますが、大阪の発展のことは大阪都庁、そして住民の皆さんの暮らしを守っていくためには特別区役所というところまでを大阪都構想で作ります。そして今度は区長を誰にするかは住民の皆さんが選ぶことになりますから、その時に大阪維新の会を選ぶか他の党を選ぶかはまさに住民の皆さん次第かなというふうに思いますね。だからここばっかりは区長が誰になるかというところは分かりません。ただ言えることは、今の住之江区長、高橋はすごい優秀な区長ですけども、今の住之江区長は僕の部下ですから、最後は僕の命令に従うんですね。で、住民の皆さんがこれやってくれあれやってくれと言っても、僕がダメだって言ったら高橋区長は僕の命令に従います。そして住民の皆さんがこの区長はダメだと思っても大阪市長、僕が高橋で行くって言ったらそのままになってしまう。やっぱりそこをね、住民の皆さんが区長を選んでダメだと思ったら住民の皆さんが首を変えると、僕はこれが一番重要だと思いますね。ですからやっぱり選挙で選ばれる僕らっていうのはね、最初に言いましたけど、別に何か特別な能力を持ってるわけでも何でもないんですね。だから最後は住民の皆さんがいいか悪いかを決めて、ダメだった場合には変えていく、その繰り返していい区長っていうものを選んでいく、まあ、こっちの方がいいんじゃないかと。やっぱりいくら僕でもね、人を見る目、そんな神様みたいな目持ってるわけではありませんから、常にいい人材を選んでるとは思いません。やっぱり僕が選んだ人材で失敗した人もいます。でそうであれば選挙を繰り返すことによって住民の皆さんが区長を選ぶ、まあ、そこが一番重要なのかなと思って、この特別区役所を提案してます。あとはどういう区長になるか、それは本当に住民の皆さん次第だと思うんですけどね。でも僕ね、これは楽しみなんですよ。大阪都構想が実現しますとね、5つの区で、もうこれ2年後ですよ皆さん、2年後に区長選挙が始まります。区長選挙、今までは大阪市長選挙が、まあ、大阪市内が一つ唯一であって、大阪市長選挙の時は僕もこう言ってました。大阪をこうします、大阪市をこうします、大阪全体の方針を訴えかけて票をもらうわけです。でも今度5つに分かれますと、それぞれの地域の区長が自分の地域はこうしますよと言って、もっと皆さんに対して日常生活に密着するような、そんな公約がいっぱい出てきます。だってね、僕も市長選挙やりましたけども、一個一個回って住之江区はこうします、で今度は隣行って大正区はこうします、もうそんなこと言ってる余裕ありません、大阪市長選挙になると。だからバトンとしてね、
大阪をこうします、大阪市をこうします、こんな話ばっかりなんです。今までの市長選挙ってそうだったと思いますよ。それが大阪都構想になって5つの地域に分かれると、よりもっと皆さんに身近な話題、湾岸区はこうしますよ、南区はこうしますよ、そういう話題の中で最後住民の皆さんが1票を入れて決めていく。本当に僕はこれがね、大阪の活性化、多種多様な行政、今までは大阪市が本当に一色の行政だったのが五色の行政になるということでね、さあ東京は23区本当にね色とりどりで切磋琢磨してやってます。大阪市の活性化っていうのはこの5つの地域がそれぞれ切磋琢磨するという、そういうことでも僕はね大阪が活性化するんじゃないのかなというのを思ってます。ですから本当これ僕ねどうなるのかってことを見てみたいんですよ。それぞれの区長選挙がどうなるか、でこれだけは皆さんね誤解しないように、また自民党民主党公明党が言います、共産党も言いますが、5つの地域ちゃんとお金は公平に確保されますから大丈夫です。湾岸区だけお金が少なくなる、南区だけお金が少なくなる、これはありません。それから湾岸区の防災対策、これも大丈夫です。防災対策は今度大阪都が大阪全体のことを考えて強力に防災対策をやっていますから、やっていきますので、今の大阪市と大阪府がバラバラでやるよりももっと防災対策というものは強力に進めることができます。ありがとうございました。はい、それでは、こんにちは、橋本と申します。もう選挙してきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ周りの方にも広めてください。はい、ほんで多分もう勝つと思いますよ私。いや、これね、いや本当にね冗談抜きで危ないです。いや、ほんでね、あの選挙に行かない人の票も賛成になるんでしょ。いや、ならないです。ならないですほらならないですよ。それどなたに聞きました。いや、なんか今注意してくださいって今言ったところなんですけど、だから選挙に行かない人は賛成になると言ってみんな行かさないようにしてるんですよ。ほんなら妹行ってないから行かせてください。それとあの話はあるんですけれども、2ヶ月もし民営化になりましたら、はい、あの入札金額が高いから言って外国企業に売ることありますよ。これはね、外国企業に株式は行く可能性はありますけども、ただこれ間違えないでください。外国企業が株式を買っても誰がそこで運営するかって言ったら今の地下鉄の職員がやるわけです。あの外国企業だけを特に警戒するっていうのは、これは今度は国際都市大阪っていうものが見放されます。なんでかと言いますとね、外国からお金を呼び寄せないと今の日本国民はどんどん少子高齢化ですから、どんどん経済が弱くなっていくんです。だからこれは安全に関わること、例えば空港の運営とか地下鉄の問題とか何か安全に関わるところは一定のルールは設けますけども、むしろ外国企業にどんどん投資をしてもらうような、そういう大阪を目指さないと大阪は発展しないんですよ。深いことわからないから、大阪の財産を外国に持っていかれるような感じがするんですけど。あ、いやいや、あの地下鉄があの走ったら、あの四ツ橋線とか御堂筋線がどっかアメリカに移るとかそんなことありませんか。あのそれはそのまんまであって、株式っていうものはその、まあ、ある意味あのそのお金を出して出資者その地下鉄をもっと発展させるためにお金を出してもらう人ですから、そこはそんなにあの恐れないでください。あのなんかそれ地下鉄やら何やらを全部取り上げられるって話はないので、でむしろねこれはあそこなんです、全国高速鉄道っていう大阪府が持ってる鉄道をあれを外国の方に売るかどうかで大揉めに揉めました。あれもねものすごい勘違いがあったんですけども、外国人の方がその株式を買ったからといって運転する人たちがいきなり外国人になるかって違うんです。会社はそのまんまです。でお金を出す出資者が外国企業というだけであって、これね外国企業に入ってきてもらうことを壊してしまったら絶対に大阪っていうのは発展しません。もっと広く外国企業に大阪に投資をしてもらって、お金を入れてもらって、それで大阪の経済をどんどん大きくしていかないと、日本のその人口だけではどんどん少なくなっていきますので、あとは不安にならないちゃんとやるようにルールは決めますので、誤解点と言ってるのでよく説明してあげてください。あ、わかりました。それと行かなかったら賛成になるって誤解点ともいっぱい言ってますわ。え、言ってますよ。いや、行かなかったら賛成になるっていう話聞かれた方ってどれぐらいいらっしゃいます。
ほんまですか。いや違います違います、あれ行かないともう無効になるんで。いやこれね、いや相手方も敵ながらあっぱれで、要はとにかく行かさないようにするんです。だからこれさっき僕電話の話を言ったのはそういうことでね。え、賛成ですかとか、で賛成だったらどこを示しますかって、で行かなくて賛成っていうことを言ったら、もうこれで行かなくてもいいですよ。それやればいいです。いやこれね、あの今行かなければ賛成になりますよってことを結構言われるんです。だから行かない人がいっぱいいるから賛成だって、これ絶対あの賛成多数で大阪都構想になるねって言われるんです。大嘘です。僕も言って回るんですけども、ぜひあのお母さんも言ってください。それとこのさんがこの発言したらもう市長クビになると次何やるんですか。次2年あの、で、あの、そうです。だから大阪都構成賛成多数になって、まだ12月に僕の選挙ありますんで、あの賛成多数になればちゃんと責任持ってこれ大阪都構想をちゃんと仕上げるためまでやりますけども、2年後クビになった後はまたその時どうするか考えさせてください。クリスリオリの前で十分違うのことで私意見申し上げましたので、私なんですよ、橋本なんですよ。ありがとうございます。すいません、ぜひあの行かないとあのダメだよってことを言ってください。言ってください、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。今もね、あのおっしゃってたのを聞いてね、ちょっと聞いたんですけども、私もね、でもね、あのみんなどうなんですよ、環境がね、あの特に気に当たってね、あのどういう感じで、それしかないのかなと。あとはその言ったそのよくわからないまま
間までこの不安でこう どうなるかなって揺れてる人に対してね、その税金が上がるとか水道料金が上がるとか保育料が上がるとか市営住宅が家賃が上がる、それはないよっていうことぐらいは伝えていただきたいなと思うんですけどね。もうね、このデマのこの類のデマの話っていうのは日課あれば大阪市民に全部広がりますから、そのお母さん方がもうパッ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 とこう買い物の立ち話で保育所を子供を迎えるときにタッ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 と保育料が上がるらしいで、あの国民保険料が上がるらしいで、もう今大阪市民の皆さんはみんなほとんどそう思ってしまってるんで、でも僕はもうあとはね、市民の皆さんを信じてね、信じて仮にですよ、それ嘘なんですけども、嘘なんだけども仮にそうだったとしても未来の大阪のためにそれぐらいの負担をやってでも一歩踏み出そうというふうに思ってくれるかどうか、もうそこに期待してます。でもそれでダメだったらもう仕方ないなと、大阪市民の皆さんがもうそれでダメって言われたらもうこれはもうあの諦めるしかないかなと思ってるんですが、まあ、できたら周りの人にそういう不安を受けた話をね、それは絶対ないって言ってたよということは周りに伝えていただけたらなと思うんですけどね、本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。できたらただこれからあと2週間いろんなところでタウンミーティングがありますから、僕だけじゃなくていろんな議員がやりますので、そういうところにそういうわからないとか言ってる人を連れてきていただけるとすごいありがたいです。あ、すいません、あの私の方の質問は非常に単純なんですけど、あ、ごめんなさい、手を挙げていただけますか。あ、ごめんなさい、あの大阪市はですね、作られて配られた冊子を見ての話、はい、どうぞ。あの冊子でですね、まあ現在とそれから大阪ととは入ってませんけど、はいはい、その明日のね、はい、大阪市の中で書かれて、で、あの市会市長、先ほど市長が首にありました。はい、冊子その冊子を見たらですね、まあ副長が5人できて、そうです。で、そのしかも府会議員の数はですね、大阪市の議員の数のまま割り振りされていると。そうです。それ見たらただ置き換えてるだけじゃないのか、え、置き換えてるだけじゃないのかと、はあ、いや、今日と明日とどこ変わるのか、単に絵替えが足りない、配置替えだけですかと、あの市長のおっしゃるね、その明治維新と比較昇華という大構想を、まあ京都として大阪だけですけども、やろうというふうにあたってはですね、ここは全然リストラも何もしないようだと書いてあるのか、財源のことは別にしてもちょっとあの納得しがたいなというのがありました。それだけを聞いたら分かりました。あの、あれはすごい単純化した表なんですけれども、まず大阪市役所というこの大きな役所を5つの独立した役所にするっていうこと自体がもう組織の大改革です。もうそれ自体が、あの表で見ると区長が5人になって、議員がそのまま今の議員の数だけってなってますけども、役所自体を5つに分けるわけですから、でそれぞれが独立の意思決定ができる役所なんです。今大阪市役所っていうところで1つの意思決定でやってるところを5つが、まあ言ったらですね、この5つの地域っていうのはそれなりに大きな地域なんですよ。大阪府内の中でもそれなりの大きな地域で人口もいて税収も上がってくる、すごい巨大な新しい組織を5つ作るっていうことなので、これはもうすごい大改革なんですけどもね。ただその表を見ると5人の区長と議員ってなってますけども、役所組織を5つ作るってことです。だからここでその教育も決まっていく、それから福祉も決まっていく、医療も決まっていく、ありとあらゆる町づくりがそれぞれの5つの地域でそれぞれ独立してやっていく。だから要は国で言えば独立運動みたいなもんです。だからあれ、例えばどっかの大きな国からですね独立するってことになると、簡単な表で見るとですね、それまで1人の大統領のところから2人の大統領が得られる、2人の大統領になる、それぐらいですけども、しかし1つの国から独立するってことはものすごいことですよね。それと同じです。今これ1つの大きな大阪市っていうところから5つの役所、5つの地域が独立するって話なんですね。これは図で書くと何か置き換えみたいに見えますけども、とてつもない、まあ、ある意味この湾岸区だったら湾岸区がもう独立してしまう。それまでは大阪市役所や大阪市長全部物事を伺いを立てていた、で自分たちでは物事を決めれなかった、それが自分たちで決めれるっていうのはまさに独立っていうことなんですよね。で議員の数もね、置き換えって言いますけれども、例えばこれ見てもらいたいんですが、湾岸区であれば34万人の人口、普通は議員の数は全国の34万人のその市町村、
議員の数を見るとですね、大体30人なんです。それ12人でやってるんです。これ自体の大改革です。でこれ見てください。ここ東区、ここは58万人の人口、隣は東大阪市なんですね。東大阪市も50万人です。こっち議員19人、東大阪市は40名ぐらいです。だから今この議員の数を全部足すと、確かに大阪市議会議員の数ではあるんですが、今度新しいこの一つ一つの議員数で見るととてつもない少ない数であるんですよ。でも僕はこれでできると思ってます。全国の地方議員が多すぎると僕思ってましてね。で全国の地方議員今回3割ぐらいの選挙やってないんですよ。選挙やらずに無投票でみんな議員になってるんです。僕は全国の地方議員ね、3分の1にできると思ってます。3分の1。これ大阪都構想が実現すると必ずそうなります。だって大阪で58万人の人口で19人議員ができてるやんか。うちもなんでやらないのか。必ず東大阪市から声出ますよ。僕は必ずそうなると思ってますので、あの表を見るとね、なんとなく1人の市長が亡くなって5人の区長と、それぞれの議員の数ってなってますけども、まずは自分たちで独立して全てを決める、ありとあらゆることを決める。今の住之江区長だったら、高橋区長は優秀ですけども、保育所1つ建てれません。保育所1つ、図書館1つも作れません。それを今度この地域で図書館も保育所も特別養護老人ホームも何から何まで、赤バスももし復活するって言うんだったらそれもできます。今僕は赤バス廃止ってやってますけども、この地域だけで赤バス復活ってこともできます。それから赤バス、経路パスも無料ってこともやろうと思ったらできます。ただお金はどっかから用意してもらわなきゃいけない。それは自分たちで考えてもらわなきゃいけない。自分たちで何かを決めるというのを、今大阪市長一人の方針で全部やってることを、それぞれ5つの地域でやってくださいねっていう、まあ、新しいその行政をやるということで、まあ、ある意味僕はそれを大改革だというのを思っているんですけどね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは市長、ちょっとそのままお伝えします。すみません、代わりに質問させてもらいます。はいはい、広域行政を大阪府が担うのはよくわかるんですけど、大阪市を5つに分けなくても仕事を統合することで5つに分けなくてもいいんじゃないかという質問なんです。え、どこですか。大阪市を5つに分けなくても部門ごとで消防だったら大阪府にお願いする、大阪市から消防を大阪府にお願いするということは。はい、はい、あのですね、今のご質問はわざわざ5つに分けなくても、もう大阪市がやってたいろんな大きな仕事は大阪府に移すだけでいいじゃないかと。例えばこれ大阪都構想になるとこうなります。大学は市立大学と府立大学が合わさって都立大学になります。都立大学と、これ市議会議員はなぜ反対してるかというと、やっぱり自分たちの手元に市立大学っていうのを置いときたいんですね。でも市民の皆さんにとっては市立大学であろうが都立大学であろうが変わりません。むしろ都立大学になった方が大阪の発展のためにつながります。それから地下鉄も今は市営地下鉄ですが、これ都営地下鉄になります。でも都営地下鉄になっても皆さんの利用が何か変わるわけではありません。むしろ都営地下鉄になった方がもっと大阪全体に地下鉄が広がる可能性が出てきます。今は市営地下鉄ですから市内のことしか考えてない。そしてこのね、地下鉄とかこういうものは都営にしないと、市営のまんまだったら市民の負担だけがどん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 増えていくんです。これね、市議会議員は自分たちの手元に仕事を全部置いておきたい、もうそればっかりですよ。これ全部市民が負担しなきゃいけなくなるんですね。だから地下鉄だって高速道路だって港だって大阪府民が全体で使うものはどんどん大阪府の方、大阪都の方に移していったらいいんです。で皆さんは消防であろうが港であろうが大学であろうが都立になったとしても皆さんが使える状態は変わらないんです。だから大阪都構想反対してる人たちの議論を聞くとね、大阪市役所だけが皆さんのために仕事をやってるって、もうそこに凝り固まってる。で大阪市っていうものが皆さんの味方であって大阪府は敵だって思ってるんですね。でも皆さんは市民でもあり府民でもある。東京見てください。東京の皆さんは都民ということにプライドを持ってるわけです。だからこれ都立になって都営になって何にも
問題がない。むしろ皆さんの負担が減ります。今260万人、たった260万人の市民で何から何まで全部やってるものを今度は880万人の負担でやるわけです。今まで260人でみこしを担いでいたものが880人でみこしを担ぐ方がよっぽど軽くてする。だから今まで市民の皆さんが全部抱え込んでいた負担を880万人大阪府民全体にその負担を移していきましょうよっていうのが大阪都構想で、今の質問はそういうことです。消防とか地下鉄とかそういうものだけを大阪府に移せばいいんで、なんで5つに分ける必要があるのかってことなんですが、これは先ほどから繰り返し言ってますけども、今度はこの5つに分ける話は少子高齢化時代を迎えての役所の話です。このまま一つのまんまでいくと皆さんの今度負担が上がり続けます。これはさっきから繰り返し言ってます。皆さんに必要なものをいろいろ提供しようと思えばお金はどこからか用意しなきゃいけない。その時に今の大阪市役所一つのまんまだったら改革は進みません。今の市議会は改革全部反対、全部反対。そして必要なものと我慢してもらうもの、これを調整しやすい、どっちの方が調整しやすいかといえば、大きな一つの塊で調整するんではなくて5つに分かれて皆さんの声を聞きながら必要なものと我慢してもらうものを調整する。それは調整しようと思えばね、大阪市役所でっかいところで1つでやるよりも5つに分かれた方が調整しやすいということで、大阪の発展のためにはこれはこの大阪府と大阪府庁と大阪市役所を1つにまとめて大阪都庁を作ればいい。でも少子高齢化時代、皆さんの生活をしっかりサポートしていくためには5つの地域でそれぞれ独立に行政をやっていった方が皆さんの声に基づいた行政になるということで、5つにしっかり分けた方がいいということですね。でこれは普通に考えればそうなんですけどね、この皆さんの生活をサポートしていくときに、これちょっと学校のクラスだと思ってください。学校のクラス、今どういう状態かと言いますとね、267万人ですからちょっと単位は飛ばしますけども、260人学級に1人の担任でクラス運営やってるようなものです。260人学級で1人の担任、これを大阪都構想は5つのクラスに分かれて5人の担任を置くということです。5人の担任を置く。どちらの方がよりきめ細やかなクラス運営ができるのか、それは1人の担任よりも5人の担任の方がきめ細やかな対応ができるっていうのは、多分これは誰でも分かっていただけると思います。要は大阪発展のためには大阪都庁を作ってどんどん引っ張っていく。でも皆さんの日常の暮らしは今まで1クラスで運営していたものを5つのクラスで5人の担任で運営していった方がより細やかな対応ができるということで、まあ、5つに分けるということなんですけどもね。だから教育委員会も5つ増えるし、児童相談所も5つになるし、それから保健所も5つになるし、今の大阪市役所1つでは住民の皆さんにきめ細やかなその対応ができていないのを、5つの独立した役所を作って手厚くサービスをしていこうということなんですけどもね。はい、ありがとうございます。それは教育、まあ、いろいろ意見があるみたいですけども、迷って、でも教育委員会が今一つの教育委員会が400校の学校を見てるなんてのもう見切れていませんので、400校の小学校中学校を見るのに一つの教育委員会がいいのか、5つに分かれてそれぞれの学校を見るのがいいのか、どちらの方がその住民の皆さんに手厚いサポートができますかっていうところを考えてもらいたいんですけどもね。それは5つに分ける方が住民の皆さんとよりコミュニケーションが取れるような役所にそれなれることは間違いありません。はい、ありがとうございます。それではまたお越し。すみません、ホームコスやと申します。はい、はい。私は今度第3戦で、5月17日に3戦なので、今もやっぱり申し上げます。ありがとうございます。お願いします。3戦になった場合、はい。3戦が当然勝てるんだって、はいはい、なった場合、2年後にと構想になるわけですね。はい、はい。その間、2年後にですね、やっぱり常連の法律の要素にならなければならない。そうです、そうです。ただ、まあ、残念なことに、議員の方は、本当に申し訳ない。これが決まってですね、まあ、まあ犯罪権の野党がですね、やる絵を変え、気持ちを変えてですね、2年後の政権に向けて、うまく考えを変えてやっていただけるかどうか、これが法律なので、当然2年後には決まると思うんですが、それがちょっとどうかなと。これはですね、まだ最近、産経新聞がそのことをなんか、
会でですね、議会の方で維新の会が少ないからうまくいかないんじゃないかというと、これはね、住民投票前にまた不安を煽る話なんです。もうとにかく大阪都構想には具体的にここが問題だということを言える人誰もいないんです。不安のことばっかりなんですね。多分今の質問者の方もいろんなところでそういう話を聞いて不安になられたと思うんですよ。これはまず考えていただきたいのが、今回の住民投票は普通の住民投票ではありません。法的拘束力がありまして、知事も市長も議員も内閣総理大臣までみんなこれに従わなければいけない、そういう住民投票なんです。だから今までの住民投票のように結果が出てもそれは知りませんって言えるようなそういう住民投票じゃないんです。それがまず第一です。だからこれは僕も反対派ももう住民投票の結果には絶対的に従うっていうのが、まずこれは民主主義のルール第一番です。ただ仮に議員が従わないということになれば、知事市長が最後は専決処分ということで条例を作ることができます。それは法的なそういうような義務、従わなければいけない義務に議会が反対した場合には最後は知事市長でもう条例を作ることができるので、大阪都構想までは必ずこれはもう議会が反対してでもできるのはできるんですね。それぐらい強力なこれ住民投票です。だから今大阪維新の会が過半数なくても賛成多数になれば、もちろんその後議会の方でしっかり議論はしていきます。で反対する人たちの意見も聞いていきますけども、またそこで反対だってやれば最後は知事市長の決定権でこれは進めていくことができます。でその後それぞれ5つの区ができた場合に特別区長と特別区議会議員でうまく何か不都合なところを改善していってもらえればいいなと思います。で皆さんこれね、もう一つ自民党、民主党、公明党、共産党が今どういう言い方が知ってるかというと、後に戻れないって言うんですよ。それで皆さん何事もそうですけど、一歩踏み出したらそれは後に戻れません。でも人間は一歩踏み出した後に不都合があれば当然それいいものに改善はしていくわけです。繰り返しになりますけども、東京都も今から72年前1943年にいろんな議論があって、東京市民からの大反対運動があった中で東京市と東京府を一つにまとめて東京都を作りました。そのことによって東京では二重行政は完全になくなった。東京発展のために東京都庁が東京全体の計画を40年計画を作ってどんどん東京を引っ張ってきた。今東京都民の皆さんに聞いて東京市の方が良かったななんていうことを言ってる人誰もいません。でも東京も72年の間、今に至る72年の間、まあこの東京の仕組みについて不都合なことがあれば改善していくってことをやりました。もう一回ね、東京市の方に戻った方がいい、東京府と東京市に戻った方がいいなんていう声は今まで一回も出たことがありません。やっぱり一歩踏み出した後いろんな問題点があればそれは改善していけばいいと思います。今の大阪府大阪市だって問題は山ほどあるんです。問題は山ほどある。だから今よりもいいものになるんだったら一歩踏み出して、そして何か問題が出てきたら改善していく。繰り返しになりますけども 100% 100% 完璧なものなんていうのはありません。大阪都構想も 80% のものか分かりません。80点、でも今の大阪府大阪市は40点です。そうであればまずは80点のところを取りに行く、一歩踏み出して、残り20点のところはみんなで少しずつ知恵を出して良くしていけばいいんではないのかなというのが僕の考え方です。ありがとうございました。はい、申し訳あれはね、最後の質問となります。申し訳ございません。それではご自身お願いいたします。私は川本と申します。はい、私は大賛成なんです。ありがとうございます。昨日の何ですか、大阪7チャンネルですか。ええ、あれとNHK、はい、両方見ました。そうです。あれでその前の天で、はい、あれ実際ちょっとやってましたね。はい、あれずっと見て昨日もいたんですけど、もう反対派はいかに嘘ついてるかっていうのは本当に分かります。で、柳本さんですか、はい、あの人は本当にね、二重行政のことに対して無責任だと思います。だってないって言ってますからね。そうですよ、無責任だと思います。それをね、自分らが共産党と一緒にね、強引に今の維新の党を叩き潰して、
やっていかないと今の大阪は維持できないと思いましたんですよね。デタラメのことばっかり言ってるんですよ。で橋本さんみたいなね、毒まんじゅうそこらにばらまいてね、あれ人がないともうああいう人はダメやとかね言ってますんでね、ぜひもうこの選挙はもう都構想に勝ってもらいたいんです。私の友達はもう極力ね、都構想賛成って書いてこなきゃダメだぜ、絶対選挙に行ってこいよと言ってありますので。ありがとうございます。僕の友達40人いますんで。あ、そうですね。38人ぐらい賛成です、はい、いや、ありがとうございました。いやね、これね、今もう商店街連盟とか地域の町内会とかもうありとあらゆる組織がもう結相を変えて血まなこになってですね、反対運動を展開しています。で僕ら組織ありませんので、本当にあとはもう皆さんがこんな住民投票はもう多分僕も生きてる間にこれがもう最後だと思いますから、まあ本当にこの住民投票もう選挙、普通の政治家を選ぶ選挙ではありませんから、皆さんが未来の大阪を変えるということであれば、ぜひ今度は皆さんのお力でね、賛成票を増やしていただく、もうそれしかないと思ってます。繰り返しになりますけども、これ相手方が自民党、民主党、公明党が僕のこの大阪都構想に変わる何か他の案を持ってるんだったら、きちんとそれ議論して、場合によってはもうちょっと時間かけてもいいかなと思うんですけども、彼ら案何もありませんか。今まで40年50年それを議論して何かやろうと思って何もできなかった人たちが、これからまた話し合いを彼らはやるって言ってますけど、まだ40年かかりますよ。何も変わらない。そして今の大阪市がいかに素晴らしいか、今の大阪市だからこれ皆さんの暮らしが守れてるんだよ、彼らはそればっかり言ってますけど、まあ、完全に幻想虚構です。今の大阪市でもお金はありません。むしろ今のまんまだったら皆さんの負担は必ず増えます。やっぱり知恵を出さなきゃいけない。少子高齢化時代を迎えて新しいやり方をやっていく、そしてこれからの国際競争が激しくなる時代において新しい大阪の姿を目指していく。やっぱりね、挑戦チャレンジがないと次の一歩はもう登ることができないと思いますね。現状維持がいいのか、やっぱり一歩踏み出してチャレンジしていくのか、不安なことがいろいろあるかも分かりませんが、何か問題があったらね、みんなで力を合わせてそこは改善できると思います。東京だって72年前にやったんですから、大阪でできないことはありません。ぜひ日本の中のね、2つ目のエンジンを目指す、そしてこの少子高齢化時代を迎えてどんどん皆さんの必要なものが増えてくる時代にいかに負担を少なくしていくのか、ここ知恵を絞るようなね、新しい大阪の行政を作っていきましょう。ぜひ未来の大阪を作るためにお力をお貸していただきたいと思います。本当に今日は暑い中長時間どうもありがとうございました。いやでもね、今回はいつも維新の会、今日お越しになっていただいた方、維新の議員を応援してくださってる方多いと思うんですけども、でも今回は本当にね、大変厳しい状況です。で僕は住之江の方にはね、相当これ反感買ってるんです。一つ住吉の市立病院の関係です。で住吉の市立病院はあれまた僕が潰したと言って、今住之江医師会がね、医師会がみんなお医者さんのところにポスター貼ってます。都構想反対、都構想になれば住吉市民病院が潰れる、あれは都構想になろうと なってもならなくてもどっちでも住吉の市立病院は民間病院に変えます。都構想が反対になったとしても住吉の市立病院は復活しません。というのは住吉の市立病院と府立病院を合わせてこの住之江住吉の地域にですね、日本の中でも最高レベルの病院を新しく作ろうということでね、住吉の市立病院と府立病院を合わせて新しく病院を作るんですよ。でも確かに住吉市立病院の周りに住んでる方にとってはちょっと遠くなると思うかも分かりませんが、住之江の皆さん全体で考えればね、新しい最高レベルの最高の医療レベルの病院を作った方が絶対にプラスになります。今住吉市立病院があるところから車で大体10分か15分ぐらいかかるでしょうか、府立急性期センターの駐車場跡に新しい病院作るんですけど、皆さん本当にこれ申し訳ありませんが、病院10分ちょっと移動することになるかも分かりませんけれども、でも西日本で、いや日本でね、一番の最高レベルの病院を作っていきますので、5分10分の近さを取るか、それとも医療レベルの最高の質を選ぶのか、僕はやっぱり医療レベルの方を選んでもらいたいなというふうに思ってます。住吉市立病院の跡地はね、あそこには民間病院ちゃんと持ってきますので、府立急性期医療センターのところに住吉市立病院と府立でね、新しい小児周産期の
母子医療センターってものをこれはきちっと作っていきます。これはもうどんな出産事故に対してもねちゃんと対応できるような最高レベルの病院を作らさせてもらいますが、住之江医師会がこれに反対してまして、もう住之江の病院には都構想反対反対のポスターがいっぱい出ていますから、ぜひ聞いてみてください。もうちょっとあの住之江医師会のお医者さんにね、あんたら子供のこと、子供の命守るとかなんとかって言ってるんだったら子供の未来のこと考えろって住之江医師会の方にちゃんと言っといてもらいたいと思いますね。ちょっと住之江のお医者さんちょっとおかしいです。あの人は未来のこと全然考えてない。今の大阪府と大阪市のまんまで持つわけないの。でまたあの住之江医師会がね、大阪都構想だったらワクチン代があの有料になりますよって患者さんに囁いてるみたいです。もうとんでもない医師会ですからね。もうこういうことがね大阪をダメにしてきたんです。やっぱり皆さん未来のこと考えましょう。やっぱり僕らのね、責任というものは自分たちの生活を守ることもまず第一ですけどもね、子供たちや孫たちにいい大阪を残していく、そのためにねある意味我々はね犠牲になってもいいんだってぐらいの気持ちでね新しい大阪を作っていきましょうよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日は会議中に、ポスターおよび今後の予定など、しました書面がありますので、ぜひ会議にご覧いただきましょう。お願いいたします。出口のところでございます。本日は本当にありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。もしご不安なことがありましたら維新の会の方にどんどん電話をしてください。全て回答させてもらいます。区役所の方でもきちんといろんなご不安に回答できるように体制組んでおります。区役所がなくなるとかそんなことありませんし、保育所に通えなくなる、特別養護の情報も隣の国に行けなくなるとか一切そういうことありませんので、未来の大阪のためには大阪都庁が必要なのか、そして特別区役所ということで皆さんの暮らしを守っていく方がいいのか、ぜひそこを考えて賛成の輪を広げてください。残すところ2週間です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと次の会場、目からもありがとうございます。すいません、今からまた次の会場に行きます。ありがとうございます。本当にね日本の歴史でこんなことやったことはありませんから、ちょっと大阪のねこのね民の力で新しいね我々が大阪作っていくんだってことを全国に発信していきましょう。よろしくお願いします。でも今負けてますんで何とかお願いします。